株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。日本ハムの上原健太投手が14日投打二刀流に挑戦することを表明した。これはデモ音声です。自身のツイッターを更新し、来シーズンより投手と野手両方に挑戦させていただくことになりましたと報告した。株式会社 AI によるデモ音声です。さらに賛否両論あるのは承知の上、自分と向き合い覚悟を決めました。株式会社 AI によるデモ音声です。わずかな可能性だとしても自分自身を信じてやってやる精神でいきたいと思います。株式会社 AI によるデモ音声です。新しい挑戦ですが、チームに貢献できるように精進していきます。株式会社 AI が提供するデモ音声です。応援していただけたら嬉しいですと決意を込めた。株式会社 AI によるデモ音声です。明大から2015年ドラフト1位で入団。株式会社 AI によるデモ音声です。2017年にプロ初勝利を挙げたが、ここまで通算51試合に登板して7勝11敗、防御率 4.77 と結果を残せずにいた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。打撃は通算5打席ながら2018年に本塁打を放っている。株式会社 AI が提供するデモ音声です。フルカウント変化。